ボールコントロールの正確さからボールと会話できる選手と呼ばれ、天才という言葉が一番似合うサッカー選手といえばこの男、小野伸二。今回はそんな小野伸二にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。小野伸二という名前の由来は、お母さんがウクレレ漫談の創始者牧伸二の大ファンだったことに由来するらしい。小野は10人兄弟の6番目で、貧しい母子家庭で育ったため、小学生時代はサッカー少年団にも入っていなかったが、小野が一人でサッカーをしているのを見た少年団の監督から、お金はいらないからぜひ入ってくれとスカウトされてサッカーチームに入ることに。幼少期の空き地での壁当て練習が小野の正確なボールコントロールの源になった模様。当時映画トラック野郎がテレビで再放送されていたが、小野もトラックの運転手はかっこいいと思っており、幼い頃の夢はトラック運転手だった模様。小野は稲本潤一に対してはライバル心むき出しで、当時は東の小野対西の稲本で比較されていて、稲本はルックスいいし、あの野郎サッカーだけは負けられないと言い放ってしまう。12歳でナショナルトレセンに参加しており、すでにこの頃同世代で突出したサッカーセンスを持ち、同トレセンに参加していた稲本潤一は、ごっついやつがおると小野のプレーセンスに舌を巻いていたらしい。小野はアーセナルに移籍した稲本にチケットを取ってもらい、一緒にアーセナル戦を観戦した時のことを語っているが、稲本に対して「お前ここにいるんかい、ピッチじゃないんかい」と突っ込んでしまう。小野が進学する中学校にはサッカー部がなかったが、沼津に小野伸二という天才少年がいるらしいという噂が市のサッカー協会や学校、教育委員会までも動かし、サッカー部のなかった小野の進学予定の中学校にサッカー部を創立させてしまう。小野が中学2年の頃、お母さんが乳がんになって手術痕を見せてもらって、それまで反抗というか口答えというか、絶対にそういうことを言っちゃいけないんだなってと意識が劇的に変わった出来事について語る。日本サッカーのプロ化により J リーグができて、1億円プレーヤーみたいなのが出て、自分の好きなことでお金を稼げるんだって思った瞬間から、よし絶対に親を世界一幸せにしてやろうと思ってと、プロを目指すきっかけがお金稼ぎだったことを明かす。浦和レッズの元チームメイト鈴木啓太は、サッカー強豪校に所属していた自身のチームの先輩たちよりもはるかに上手かった小野に、一人だけ全然違う選手がいると衝撃を受けた模様。その談話の中でインタビュアーが、ドラゴンボールで言うとベジータが最強だと思ったらフリーザが出てきたみたいなとコメントすると、鈴木啓太は、小野伸二そんな感じでしょう、髪型はクリリンみたいだけどと言い放ってしまう。強烈な天然パーマと日焼けした精悍な顔つきから、ハーフではと囁かれている小野。なおフェイエノールドに移籍したての頃、テレビに出ていた小野を見て、オランダ人の中にチビなブラジル人少年がいるなと思わせるほどの顔つきだった模様。全国区のタレントが集う強豪校清水商業に入学した小野は、1年次からレギュラーを張っており、インターハイや全日本ユースで優勝を飾った最終学年時にはキャプテンとして最強メンバーを率いたが、高校選手権だけは一度も出場できなかった模様。小野は高校1年生の静岡県インターハイ予選決勝でのゴールをターニングポイントと語っており、それまで眠っていた潜在能力みたいなものがバンと弾けたような感覚があったと語る。卒業に際して J リーグの13クラブからオファーを受け、浦和レッズに入団。理由は、一番熱心に誘っていただいたのが浦和で、毎日のように来てくれて熱心に話をしてくれて、こういうことって人の心を動かすというかやっぱり大事だと思うんですよと、お金じゃなくて気持ちで浦和入団を決めた理由を語る。ワールドカップフランス大会を率いる岡田武史監督は、日本のレジェンドである三浦知良らを最終登録メンバーから外して18歳の小野を招集してしまう。なおこの出来事は現在も伝え続けられるエピソードとなる。小野を本大会に連れていくことには賛否両論が巻き起こったが、10代の天才がジャマイカ戦で見せたパフォーマンスで日本サッカーの輝かしい未来を想像する人が続出。1999年のシドニーオリンピックアジア1次予選フィリピン戦で、小野は相手選手から悪意に満ちたタックルを食らう。それが原因で左膝靭帯断裂という重傷を負い、その後のキャリアにも大きな影響をもたらすことになってしまう。小野はその時のことを、油断していたからね、柔軟対0の状況で交代って頭にあったから油断がトラップに出ちゃったよね、
あれはやられるでしょ、それまでの男だったってことだよ、と語り、相手選手のことには一切触れず、自分自身に責任があったとコメント。日韓ワールドカップの指揮官であったトルシエ監督に対しては、練習時間の長さからワールドカップが終わった時に小野はもうトルシエさんとはいいですと言い放ってしまう。ナイジェリアで開催された1999年ワールドユース選手権で日本代表の主将を任された小野だが、事前合宿地のブルキナファソのホテルは水道から錆びた色の水が出たり、部屋の中ではヤモリが普通に走っていた模様。なおこれによりメンタルも強化されたらしい。最初はびっくりした小野だが、生活していくうちに慣れて過酷な環境を肌で感じることは結束の強化につながって、選手全員が一つになれた模様。オランダのフェイエノールトで大活躍した小野だが、家のどこにいてもトイレであろうとすぐに手に取れるあちこちの場所にオランダ語の本を置き、気になったら調べるなどオランダ語習得に尽力していた模様。オランダ語を流暢に話す小野は、オランダテレグラフ紙の企画においてオランダ王室に嫁いだマクシマ・ソレギエタと共に2001年最もオランダ語の上達した外国人に選ばれる。ちなみにオーストラリアでもプレーした経験のある小野は英語もペラペラの模様。オランダでの活躍が認められた小野は、テレグラフ紙が選ぶ国内で一番知られている新外国人で2位に選ばれたらしい。フェイエノールト在籍時、練習が終わって他の選手がロッカールームに戻る中、彼はチームのホペイロと一緒にボールを片付けていた模様。小野のバックスピンがかけられていたり、味方も受け取りやすいパスはエンジェルパスと称され、小野がそのエンジェルパスを駆使してボールを片付ける動画まで作成されてしまう。TikTok ではその小野のエンジェルパスを真似て、小野伸二選手のボールの片付け方をやってみましたと、優しく蹴ってカゴにボールを片付ける動画が投稿されてしまう。小野はビリヤードでも天才ぶりを発揮しており、なかなかうまくプレーできない日本代表チームメイトのサントスに、え、やる？寝れないんじゃないの？と煽りまくっている。小野は怪我のリハビリ期間中に麻雀を覚えて、麻雀格闘クラブに夢中になってると明かしており、実際サッカーしても自身の麻雀好きを公表している。フェイエノールト時代のチームメイトである元オランダ代表のロビン・ファンペルシュは、小野は天才、オランダ代表の練習で小野より上手い選手はいなかったと絶賛。しかしあのクライフからは、やる気のない微笑みと腹立たしい細かなパス、パスミスをしてもそれがまるで不運だったように傲慢に笑い、ピッチをちんたら歩くと酷評されてしまう。クライフに酷評された小野だが、試合でクライフターンを披露しているシーンがあり、トラップする瞬間にクライフターンをする合わせ技で相手を置き去りにしている。ファン感謝デーでは最後に選手全員でリレーを行い、アンカーの小野が快走しており、アフシン・ゴトビ監督は、本当に怪我をしているのか、あんなに速く走ったシンジは見たことがないよと首をかしげた模様。小野がオランダのフェイエノールトに移籍するということで、当時交際していたモデルの千恵子さんは当時大学3年生だったこともあり、日本から小野を見送るつもりだった。しかし両親から今こそ支えてあげなさいという後押しをもらったことで結婚を決意すると入籍し、共にオランダに渡る。小野は愛娘たちとのディズニー満喫ショットを自身のインスタグラムに投稿しており、ミッキーマウスを模した耳付きパーカー姿を披露している。これにはコンサドーレ札幌の同僚ゴールキーパー菅野貴則から、シンジさんバレバレっすとコメントされてしまう。小野の娘は才能にあふれていて、長女はフラダンスで優秀な成績を獲得し、次女はミュージカルに出演するなど多彩な才能を開花させている模様。そんな家族思いの小野だが、浦和レッズ時代に甲田組二のギャルと西麻布の夜のツーショットをスクープされてしまう。大人の熱気が漂う深夜の西麻布で、トレードマークのスキンヘッドを黒いニット帽で覆った小野がギャルを連れ、空車のタクシーを探している姿が目撃される。あまりイメージはないが、日本が誇る天才小野の左肩には誇りという文字が刻まれている模様。現在はコンサドーレ札幌に所属している小野だが、強風による飛行機の欠航などトラブルが続き、急遽ホテルの宴会場でチームメイトと雑魚寝をしたことをブログで報告している。浦和レッズの元チームメイトの坪井圭介が小野の焼肉へのこだわりを語っている。
焼肉は美味しい状態で食べてほしいというこだわりから、他人に焼いてほしくない様子の小野だが、坪井が小野が見ていない隙に焼肉をひっくり返そうとすると、おいとドスの効いた声で突っ込まれてしまう。小野はコンサドーレ札幌のチームメイトとのバーベキューでも焼肉マスターぶりを発揮しており、高校時代の元チームメイトが営む焼肉屋から仕入れた軟骨を自前のコンロで焼く姿が映し出される。日本代表対ブラジル代表戦を中田英寿と観戦したツーショット画像が何度も映し出され話題となった小野だが、実は逆隣では中田浩二も観戦しており、中田、小野、中田でオセロなら小野も中田にひっくり返るなと謎理論のツッコミが巻き起こる。スパイクを紹介する動画の中で、小野とリフティングするのが夢だったというインタビュアーと交互にリフティングをするシーンがあるが、そのインタビュアーのリフティングが予想以上にうまかったようで、ウォーウォー素晴らしい、いいですねと言いながら少し気負ったのか、自身のリフティングでミスしてしまう。2022年シーズン第5節の柏レイソル戦で久しぶりに出場した小野伸二だったが、すごい老けたらしく、エアアプリやめろ、小樽の道端でワンカップ飲んでるおっさん感、武藤刑事かと思ったなどと言われまくってしまう。北海道のサッカーを盛り上げる新番組キックオフ北海道にコンサドーレ札幌の選手として小野は登場しており、その中で女性のインタビュアーからの、どうしてそんなにサッカーが上手なんですかという問いに、僕の本見たりした方がいいですねと言い放ってしまう。その番組の中で仲のいい後輩岡村大八からほろ酔い変顔プライベート写真を公開されてしまう。今回は小野伸二にまつわる50の面白いエピソードを紹介しました。この動画がまあ面白かったじゃんと思った方は高評価とコメントだけでもよろしくお願いします。それではまた。